皆さんこんばんは、というかおはようございます。今日は12月5日今朝の2時4分です。朝なんですかね、夜なんですかね。まあ午前様でね、飲んでる人とかはまだね、飲んでる人とかいるんでしょうね。ハンマーはね、実はね、昨日の夜のライブはねすっぽかしてしまいました。どうも申し訳ありませんでした。お待ちいただいてた方もねおられると思うんですけど、左遷寝ちまいました。いや実はね、昨日ね、やはり、昨日の動画でもお話ししたんですけれど、やはり電話がかかってきまして、昨日はね雨の予定だったんですけど晴れましたんでね、結局昼から農作業のアルバイトをしてきました。5時までね、暗くなるまで。昨日はねキャベツの苗取り、あそうだそうだ、ちょっと待ってくださいね。そうだそうだ、ね、よいしょ、皆さんね、キャベツの苗ってねご覧になったことあります？これがねキャベツの苗です。これ根っこついてますけどね、もうちょっとね、抜いてからおそらくこれはね、今が夜中の2時だから、まあ、5時としても7時間、まあ、9時間くらい経っちゃったんでね、ちょっとしなーってしてますけれど、これをね昨日こうキャベツの、明日というか今日はねキャベツ植えなんですよね。皆さんね、キャベツってどうやって、まあ、作ってるっていうか育ててるか、まあ農家の方とかね、農業に従事したことがある方だったら、分かると思うんですけれど、普通はね知らない人が多いんじゃないですかね。ハンマーもね全然知りませんでした。昔は、今は分かってますよ。あのねキャベツってこうなんか種まいてでバーッとその大きくなってると思うでしょ。そうじゃないんですよ。ちゃんと、苗床というかね、その種をまいて発芽させる、まあそういう畑があるんですね。まあ苗床みたいなもんですね。で生えてきて、まあこれくらいのね、まあもうちょっとちっちゃくてもいいんですけど、まあ、これくらいの大きさになったらね一回抜きます。で抜いて、それでこれをねまた一定の間隔で畑に植え直すんですね。でなんでかっていうと、この大きさからねブワーッとこう大きくなるわけですよ。キャベツってねだいたいね40センチ前後の間隔を空けて植えてやらなきゃいけないんですね、キャベツを。まあ、植え直すわけですね。で明日はこの抜いたこれキャベツのね、まあ、根っていうんですけどね。だから昨日やった作業は苗を取る作業ですね。で明日はこれを植えます。で植える時も、これ地面に指で穴を開けてそこにこの根っこをねこう差し込んで、でこう両方をこう押すんですね。あ、なんか今落ちたな、差し込ん泥が落ちたのかな。でこう地面にねこう差し込んでやって、で差し込んだだけじゃダメですよね。周りの土をこう押してやるわけです。少し沈めるっていうか埋めるっていう感じですね。ただあんまり深く植えるとここは根腐れって言ってね、この根の周りから腐っちゃうんですね。だから植える時もねちょっと、まあ大したことないですけど、ちょっとした技術が必要になります。で明日はこの苗がね何千本って、今日抜いたのはね60ケース抜きました。あ、抜き60ケース、みんなでね、4人か5人で抜いたんですけどね、60ケースっていうことは、まあ、1ケース300本くらい入ってるんですね。300本の60ケースですから1万8000本ですね。1万8000本の苗を抜きました。これをね明日、
まあちょっと足りないのかな。もうちょっと明日また抜くんでしょうけどね。明日植えます。まあ1人この間ハーマー5000本植えましたけどね。そしたら突き指して今も指が痛いです。だけどまあその指が治ってる、突き指が治る間もなく、まあ、次の畑を植えなきゃいけないわけですね。だからちょっと人差し指は痛いんで、指をね、今人差し指はちょっと今使えないんで、この中指と薬指、これでこう押してます、左手はね。だからね、あの連投するピッチャーですかね、野球のあの気持ちがよくわかりますね。であんまり無茶すると故障しちゃって、故障リストに入っちゃってね、二軍落ちなってことになるんでしょうけど、まあハーマー二軍落ちしてもね、稼げま食べていけませんから、二軍落ちイコール、ご飯が食べれなくなっちゃいますんで、まあとどめを刺さない程度に、無理をしながらね、まあ明日もキャベツ植えていきます。でも明日ちょっと北風が強いみたいでね、昨日は南風でね、暖かかったんですけどね。で昨日はてっきり休めるもんだと思ってましたんで、まあ午前中ね、起きて、でまあ役所行って、まあ、税金とかね払わなきゃいけない、まあ税金の他にもちょっと役所に払わなきゃいけないものがありましたんで、それを払って、でその帰りにね、ドラッグストアで缶ビール6本買って、で缶ビール飲んでたんですよ、昼前に、休みだしと思って。で1本飲んで2本飲んで3本目開けようかなって思ったら電話かかってきて、天気だからちょっと昼から来てくんないって言われてと言って、分かりましたっつって、まあでも稼げましたからね。まあ午前中休むだけでもね、だいぶ違います。でもやっぱり、ね、昨日5時に終わって帰ってきて、それからスーパーにね買い物に行って、まあ、久しぶりにねコーヒー豆買ってきましたけどね、やっとねこうひいた豆でコーヒーが飲めますけど、それで白菜買ってきたのかな、98円だったんで、であと、鶏肉のね団子、鶏肉団子、まあ、つみれっていうんですかね、それが半額だったんで、まあ、帰ってきてそれでね、雑煮ですね、お雑煮を作って食べて、でその時また缶ビール1本飲んで、2本飲んだかな、お風呂入って、お風呂出てきてそこのベッドに横になったら寝ちゃいましたで風呂上がりでそのまんま寝ちゃったんでね、半袖だったんで寒くて目が覚めたのは夜中の1時くらいですかね。だから今2時なんですけどね、寝たの何時かな、あれ7時ぐらい寝ちゃったのかな、8、9、10、11、12、1、まあ6時間くらい寝てますね。多分だからもうこのままね、この動画を編集して寝ないでね、今日はキャベツ植えに行くと思いますけれど、まあ昨日ね、だからライブができなかったんですよ。さすが返す返すも申し訳ありませんでした。もしお待ちいただいてたね、方がおられましたら。いやまあでもね、肉体労働、特に農作業はきついですね、本当に。でもまあまあご飯も美味しいですし、お酒も美味しいですね。だから私今ねちょっとねアル中気味なんですよ、アルチュハイマー。だから休みだと朝から飲めるようになっちゃいました。よいしょ、朝からねお酒が飲めるようになっちゃいましたけどね。でもあまりもう私は抵抗しないです。飲みたかったら飲みましょうね。まあ車運転するとか言ったら飲んじゃダメですけどね、まあ飲みたかったら飲みましょうかね。別に飲みたくなくなるでしょ、具合が悪くなったら。飲みすぎたら多分ね飲みたくなくなるんだと思うんですよね。でも昨日ね缶ビール6本買ってきてもうないですからね、まあ、この後また1本飲もうかと思ってますけどね。あとビタミン剤とね、あと目ですね。あ、そうそう、昨日だからメガネをね作りに行こうと思った。それはちょっとでいけなかったですね。まあまたね明日早く、もし早くっていうか定時で5時でね、まあ明日キャベツ植えなんで5時で終わると思うんですけど、もし明日ね5時に終わったら帰って風呂入ってメガネをね作
作りに行ってこようと思います。ちょっとこの間メガネがね壊れちゃってね、今ちょっとこの昔の古いあのメガネでちょっと不便してますんで、はい、私はね強度の禁止なもんですからね、そんなわけで、今日はねちょっと皆さんでキャベツのね苗をお見せしたかったんです。これね、これがキャベツになるんですよ皆さん。でキャベツってすっごい強いんですよね。こうやって引っこ抜かれてね 2,3 日置いといても平気です。それでちゃんとね丸まります。キャベツっていうのはものすごく生命力がね強いんですよね、そんな話もねまたしたかった。またね、今度収穫の様子なんかもね、これがそうですね3ヶ月くらいすればもう収穫できるんですかね。今12月ですから 1,2,3 月にはもうキャベツ切れるようになるのかな。まあねまたその頃にキャベツの映像なんかもね、キャベツ畑の映像なんかもねお届けしたいと思います。崖っぷち YouTuber 浜の日々日常普段ね皆さんが、体験できないようなね、そういった出来事をね皆さんにお届けできればと思います。もし、こんな浜の、崖っぷち YouTuber の、日常が面白いと思ったらいいねボタンいただけると浜は、YouTube 活動の励みになります。あとね、チャンネル登録まだの方、チャンネル登録なんかしていただいて、横のベルボタンを押して、時々、ハーマの、動画の通知を受け取りましょう。はい、今日はそんなわけでね、皆さん、良い一日を。